どうも、ヌヌです。メビウスファイナルファンタジー続きを遊んでいきたいと思います。今回向かうのは緑の聖域ですね。こちらはですね、火属性の強力な敵の気配を感じると、あったので、今回はですね、魔導士で行きたいと思います。リスナーさんは、そうですね、一番上の方、ご協力お願いします。では出発します。魔導士でやるのもなんか久々な気もしますが、属性に合わせていく方がいいとのことなので、よし、風耐性上げとこうかな。黙ってみて。プチフレームブラスト。火属性のもうちょっとコストの低いやつが欲しいですね。コストが高いんで、いやエアロしてもしょうがないでしょう。キャラしときましょう。まさか初戦からこんなに減らされると思ってなかったんで。届け。エアロ。こいつだ。よし、ブレイク。とどめ。こういった金属性ですね。届け。エアロ。無人戦。よし。やったらどうなる？ああ、こっちまで届かないんだやっぱ。当てれ。氷の波動。よし。エアロやってもしょうがないでしょう。なれ。よいしょ。
それ。よし。何が出てくるかな。でかいな。受けろ。痛いせ、上げときます。氷の稼働。当て。行け。よいしょ。やっと半分減らせたって感じですね。守りを固める。響け。ここだ。いやー、これはちょっと HP 的にきついな。届け。体勢上げときましょう。しょうがない、エレメントドライブで回復。なれ。起爆点行こう。お、回復とリゼネ、ありがたい。はエアロ。よし。どうってことなかった。ちょっと今回強かったですね。リバイバルチケット1枚ゲットです。昔話の続きをしよっか。人助けの剣士の話か。そう、昔この森にやってきて、彼は魔物たちと戦い森の奥に追い払った。おかげで人が襲われることもなくなったの。さて、親切な剣士はその後どうしたと思う？さあな。旅を続けたんじゃないか。違うのよ。彼は戦いをやめなかった。逃げた魔物を追って森の奥に踏み込んだの。魔物の害はなくなったんだろ。追いかける意味あるか。意味なんていらなかったんだよ。彼は戦いにのめり込んでしまった。強い敵に挑戦して勝つのは気持ちいいからやめられなくなった。人助けのつもりで戦い始めたのに、いつの間にか。戦いに取り憑かれたんだな。モグが言ってたな。ブランクは魔物退治で心の隙間を埋める。戦って勝つのが快感で夢中になる。そんな風になったのか。剣士は戦いを求めて樹海をさまよい、出会った魔物を買っていった。君も彼と同じように、とりあえず強い敵を探してさまよってみる。遺跡地帯のロックは複数のボスモンスターが落とすキーアイテムで解除できます。ボスアイコンが表示されるエリアにはボスが潜伏しています。ボスを倒し鍵を入手しましょう。なるほど。今度のロックを解除できるのはボスを倒していって、解除していくっていう流れになってくるみたいですね。ここは甲羅のかけらとアダマンタスを討伐し、甲羅のかけらを集めようが2個、
レッドドラゴンを討伐し、激鱗の断片かなを集めようが2個、トレントを討伐し、銃器の破片を集めよう2個。2個ずつってことですね。風属性の強力なっていうのと、水属性の強力な気配を感じるっていう感じになってて、また分かれてこう進んでいくような感じみたいですね。今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。